はい、続きましては北浜博士のデリバティブ教室のコーナーです。ゲストをお迎えしました。大阪取引所金融リテラシーサポート部の玉岡真一さんです。玉岡さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。デリバティブ市場お活気を続いているようですが、まずは、2024年3月のデリバティブ市場の状況から教えてください。はい、2024年3月の JPX デリバティブ取引高は約4352万単位となりました。3月はメジャー SQ の月、現月交代の月であることが要因となりまして、取引が膨らむ結果となっています。はい、次にこちらのスライドですけれども、はい、取引代金は524兆円となりまして、こちらは市場開設以来最高を記録しています。市場最高ですか？はい、開設以来の最高。はい、それはすごいですね。はい、これまでの最高は、コロナショックが市場を襲った2020年3月の500兆円だったんですけれども、これを上回る結果となっています。要因としましては、株式相場の上昇によって株価指数先物の取引単価が上昇していることに加えまして、もともと取引単価が大きい長期国債先物の取引が現月交代ですとか、あと日銀の金利政策見直しなどによって大きく増加したことが挙げられます。なるほど。金利の動向は日銀の金融政策決定会合やその直後のアメリカの FOMC などに大きく注目、これらの影響で大きく注目されたということなんですかね。はい、はい、おっしゃる通りだと思います。はい、そして今のお話に関連したトピックなんですけれども、はい、日銀の金融政策決定会合の結果が発表されたのが19日の午後、はい、そして FOMC の結果が公表されたのが日本時間で20日の夜中でした。これは日本では祝日である春分の日にかかってくる流れだったんですけれども、その動向が注目されたこともありまして、3月20日に実施した祝日取引が過去最高の取引高を記録しています。なるほど。はいはい、はい、国内ではこれ株式市場が休場だったので、その分デリバティブの祝日取引に市場参加者の関心が集まった結果ということでしょうかね。はい、そういうことだと思います。これ個別の商品でトピックはありますか？はい、個別の商品では昨年5月に上場した日経225マイクロ先物とトナ3ヶ月金利先物の取引高が過去最高を更新しています。はい、これも過去最高。はい、はい、特に日経225マイクロ先物は3月21日取引日に初めて50万単位を突破するなど順調に取引が拡大しています。ありがとうございます。でそれでは今月のトピックに移りたいと思います。まず今回どのようなお話をいただけますか？はい、今月は、これまでお話ししてきた先物取引の理論上の価格についてご紹介したいと思います。はい、理論上の価格。はい、こちらですね、理論と聞くと難しく思えるかもしれませんけれども、これまで株式投資などをされてきた方にはさほどハードルが高くないお話だと思います。はい、今回は理解していただきやすくするためにイメージなどをまと、交えてお話ししていきたいと思います。はいはい、まずはこちらをご覧ください。こちらは株価指数先物の理論価格を計算する式です。計算する式、なんか見るからにこれ、はい、難しそうな式ですね。はい、なんかね、はい、確かに計算式だけを見ると難しいんですけれども、はい、考え方自体はそこまで難しくないんですね。今からイメージを交えてご説明していきますが、まずこの計算式では赤で囲んでいるところ、つまり対象指数、金利、予想配当利回り、このあたりがポイントになることを押さえておいていただければと思います。はい、それぐらいならついていけますね。はい、はい、まず具体的な例に入る前に、先物取引の値動きについてこちらで簡単にご説明したいと思います。はい、こちらのスライドでは株価指数先物の原資産である株価指数、つまり現物価格を緑、先物価格を青で記載しています。はい、先物取引も株式と同じように一義的には需給の関係で価格が決まります。この先物価格が現物価格と比べて割安か割高かを判断する目安としてこの理論価格が用いられています。理論価格、これ理論価格はこのチャートでいうと点線、赤い点線ですね。はい、おっしゃる通りですね。この理論価格はその時点の原資産価格や金利、配当などの関係から理論的に導かれる値段です。市場では理論価格と比べて割安であれば先物を買う、反対に割高であれば先物を売るという取引が行われることになります。いわゆるこう最低取引というやつですよね。はいはい、おっしゃる通りですね。はい、
これによって先物が株価指数に連動して取引されるということになります、うん、これ理論価格は原資産の価格から導かれた先物の値段ということになるんでしょうか、はい、そういうことになります、うん、それでは次のスライドから理論価格について具体例を挙げながらお話をしたいと思います、はい、まずはこちらのスライドです。はい、スライドの右側にいる女性中野島さんは、うん、その左側にいる北浜博士から日経平均株価を構成している225銘柄を1年後に売ってほしいと依頼されました。はい、1年後、はい、うん、ここで中野島さんは1年後にいくらで売却するよう価格を設定すればいいのか、これを考えてみたいと思います。今野さんにお聞きしますけれども、うん、はい、中野島さんが売却価格を決めるにあたって、うん、まず考えなければならないことは何かお分かりになりますか。まずは中野島さんがこの225銘柄を仕入れるのにいくらかかるかというのが必要じゃないですか、はい、知る必要あるんじゃないですかね。そうですね、はい、うん、その通りです。ではまずはこの225銘柄を買うことから考えてみたいと思います、はい、うん、まず中野島さんが225銘柄を買うためには資金が必要です、うん、はい、そこで中野島さんは225銘柄を調達するのに必要な資金を計算してその金額分を銀行から借り入れます、うん、そしてこの借り入れたお金を使って225銘柄の株式を買います、はい、これで225銘柄を購入するために必要なお金が分かったように思いますけれども、うん、他にも考えなければいけないことがあります。まず中野島さんが銀行から借り入れた資金については1年分の利息をつけて銀行に返さなければいけません、うん、そうですね、はいはい、ですので売却額には225銘柄の購入代金、うん、つまり最初に借り入れた金額に1年分の金利分を上乗せする必要があります、うん、まあ、そうしないと金利分は中野島さんの持ち出しということになりますもんね、はい、そういうことになります、うん、一方中野島さんは1年間この225銘柄を保有しますので、うん、はい、その途中で配当金が発生した場合はこれは中野島さんが受け取ることになります。なるほど、それも必要ですね、はいはい、中野島さんはその受け取った配当金の分、うんうん、売却額を安くしてあげることができます、はい、うん、つまり中野島さんは取引時点の225銘柄の金額に1年分の金利をプラスする一方、うん、途中で受け取った配当金の分をマイナスした価格で北浜博士に売ることができます、はいはい、うん、その後中野島さんは北浜博士に225銘柄を売却して得た代金と途中で受け取った配当金を銀行の返済に充てて一連の取引は終了となります。うん、そうするとこれ中野島さんはこの取引でいうと利益を得ていないようですよね。はい、その通りです、うん、理論価格の計算においては売却による利益などは考慮に入れない仕組みとなっています、うん、はい、今お話しした内容をこちらのスライドでまとめています、はい、先物の理論価格は現物価格つまり原資産の価格に満期までの金利分を足して配当分を引いたものとなります。うん、これ先ほどの計算式だとなかなかこうイメージしにくかったんですけれども、この先ほどの例をお話しいただいた後でこのまとめを見ますと考え方としては非常にシンプルだということがわかりますね。はい、そうおっしゃっていただいた。実はシンプルなんですよね。そうなんですね、はい、うん、その通りです、はい、次にこの金利マイナス配当とある部分の金額は、うん、現物価格と満期までの日数を考慮して計算します、はい、現在のところこの配当利回りが金利より高い状態ですので実際には理論価格は配当分株価指数よりも低くなります、うん、また満期になりますと満期までの日数がゼロになりますのでこの金利マイナス配当の部分もゼロになって、はい、理論価格と現物価格は等しくなります、うん、これ理論価格には配当がマイナスに作用するということは分かりましたが現物の価格と先物の価格が離れてしまうということでしょうか。はい、前提としまして現物価格と先物価格はそれぞれ需要と供給の関係で決まりますので、うん、そういう意味での価格の乖離は常に起こりうることなんですね。はい、それに加えまして、うん、理論価格の計算上の特性から両者の価格が乖離することがあります、はいはい、こちらのスライドでその例をご紹介しています。こちらのグラフでは日経平均株価つまり現物価格と
日経平均株価を原産とする日経225先物中心元月の価格の推移をお示ししています、うん、ちなみに元月とは満期がある先物取引の取引期限のことを指しまして、うん、中心元月とは複数設定されている元月の中で最も取引が多い元月のことを指します。ニュースなどで放送される先物の価格は、うん、一般的にこの中心元月の情報が中心となっています、はい、なおこのグラフにある先物の価格はこの時期に中心元月となっている6月に満期を迎える6月切りのものとなっています、うん、話を戻しますがこのグラフをご覧いただければお分かりの通り現物価格と先物価格の間に大きな乖離が生じている時期があります。ありますね。これチャートで見ても一番大きいところだとこれどこで300円ぐらい離れているところもありますかね。そうですね、はいはい、これは当然需給の関係による乖離も含まれていますが、はい、大きな要因は配当金です、うん、具体的には現物価格、うん、つまり日経平均株価を構成している各銘柄の株価は、うん、配当金を含んだ価格になっているんですけれども日経225先物の価格には配当金が含まれていません、うん、それがこの価格差が現れる原因となっています。なるほど。これ配当金が加味されていない分先物価格の方が安くなるということですね、はい、でそしてこの両者の乖離が3月末に一気に解消しますがこれはどういうことなんでしょうか。はい、3月末といえば株式市場に大きなイベントがあるんですが、うん、はいはい、河野さんお分かりになりますでしょうか。3月末つい最近でしたからね。そうですね、はい、いわゆる配当落ちと、はい、いうことですね。はい、おっしゃる通りです、はいはい、皆さんご存知の通り3月末には3月決算会社の配当落ちがあります、うん、はい、つまりこのタイミングで現物価格から配当金の要素が大きく削られることになりますので、うん、この価格差が一気に縮まることになります。なるほど。つい最近でしたからねこれ配当落ちっていうのがあったばっかりですから非常に、はい、分かりやすい話ではあると思います、はい、株式市場の動きとこれ絡めて考えるとそういう意味でやっぱり非常に分かりやすい気がしますね、はいはい、実はこの現物価格と先物価格の乖離については、うん、投資家の方からもよくお問い合わせいただく内容なんですね、はい、せっかくの機会ですので頭の中に留めておいていただければと思います。なるほど。これやっぱり配当結構幅大きいですもんね。今だいぶ広がってるっていうことですよね。そういうことですね。額がね広がってるってことですよね。はい、はいはい、よくわかりました、この時間は北浜博士のデリバティブ教室のコーナーでした。大阪取引所金融リテラシーサポート部の玉岡慎一さんにお話を伺いました。玉岡さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。